私は国立の筑波技術大学でコンピュータサイエンスの分野で教授として仕事をしております。私の仕事に価値を感じるのは学術的に ICT の分野で深く研究して、で、それを使った新しい技術を生み出し。情報技術は今の世の中のキーとなる技術です。 情報技術を身につけることによって世の中の物事を系統立てて考えることができ、論理的な思考が可能になります。規制の枠やステレオタイプにとらわれないで幅広い、長い目で見て、自分でよく考えて新しいことにチャレンジしてほしいと思います。